まれはロシア、通称関西、舞台は東京、ピロシキーズです。今日は何をやりはるんでしょうか。今日は私の料理を披露したいと思います。名付けてアレクサンドラさんじゃあ言うて、普段ですねアレクサンドラ様の料理されるらしいんですよね。こんな爪もしてはるんですけど、よくインスタグラムに料理とかアップされるたびにね、あのここが違う、あそこが違うというふうなことをよくコメント書かれるというふうに聞いておりますけども、アレクサンドラさんはいかがですか。とても頭の回転が止まっております。最近 DHA などというものを飲んでいることによって頭の回転が良くなったと豪語している方なんですけどもね、まあ、特に全然なってないっていうことがね、うん、今日は何を作られるんでしょうか。今日はあの肉丼を作っていきたいと思います。肉丼うん、肉丼っていうのは牛丼のことですか。あの違いますね、あのうどんですね、そのまま言うてます。肉うどんです。そうです。はあ、発音が悪い。はい、でもね、アレちゃん肉うどんお上手なんですよ。ありがとうございます。肉うどんをアレちゃんの食べたことあるけど、やっぱすごく美味しかった。お出汁の方からね、取っていくっていうことで。そうですね。じゃあ早速ちょっとどんな感じ の, あのものか。まずは1リットルの水に対して 30g の鰹節を入れていきたいと思います。そうですね、煮詰まってから鰹節を入れていきたいと思います。まあすごい季節になってまいりまして、あのおうどんというのはね、本当にあのどの季節に食べても美味しい。どんな季節、お冬に食べても美味しいし、夏はね、あの冷やしたうどん、おろしうどん、あ、美味しいですね。本当に大好きなんですけど、私はね、あのそうめんも好きです。あの高校の頃にね、私の学校にあのそうめんの糸、あの芋の糸ってあるじゃないですか。あの芋の糸の娘がいるっていうことでね、どんな娘かっていうので私はね、あのそのクラスまで見に来ました。そう、芋の糸の娘ですよ。どんな娘かなって思った。あんまり可愛なかったですね。私の方が可愛かったです。まあでもね、やっぱりあのみんなからの人気者で、やっぱりお父さんお母さんがね、お金を持ってらっしゃると、やっぱ学校の中ではヒエラルキーというものが高くなるというところでね、私はやっぱりだからそこであのプーチンがあのよくたどればあの家計にいるというふうに豪語しておりましたけども。あなた結構喋りますわね、今日は。いやいやいや、とても順調でございますわね。私のことを誰だとお思いでいらっしゃるんでしょうか。ゆっこさん。何ですか。関西の番組を見てらっしゃらないんですか。言っただけ。関西の料理番組。ああ。お料理をいつも解説されるあの方ですよ。カンテレの社長の嫁。カントリーの社長の嫁。それによっていろんな番組。やっぱりそうめんはね、あのお出汁でね、あのつゆでこういただくのが美味しいんですけども、あのマツコさんという方はね、そうめんは中華そばは、あのなんていうの、あの中華のさ、冷えたお蕎麦。中華の冷えたお蕎麦。中華そば。中華そば。そのままじゃねえか。中華そばのつゆで食べると非常に美味しい。そのままじゃねえか。今なんで聞いた。それでは入れていきたいと思います。今回はまろやかカツオの方を入れていくということですね。そうですね。こちらはね、濃いめに多めに入れていくということでね。まあ、濃いめではないんだけど別にね、ただあの。さあ入れると濃いめになるよね。ちゃんと出汁がね、こう出てくれるように。お水少なめで、カツオ節多めで濃いめで関西風に作っていくということでね。はい。まあ、こういうように見るとね、まるでゲッのように出てきますけども、これは綺麗になりますので、ね。美味しい香りがしてきました。はい。そしてこのままね、20分間じっくりと煮詰めていきたいと思います。イボの糸って言いますけどもね、あの姫路にはね、そうめんの里というところがあります。そうめんの里でね、あの子供たちにみんな行かせるんですね。ほんでそうめんの里で作ったそのそばを、あのそうめんを食べさせられるんですよ。でそのそうめんの里で食べたそうめんが美味しい、学校の工場見学で行ったところって全部こう美味しいと感じてしまうじゃないですか。何を食べさせても、あの山さかまぼこのかまぼこや、だーこんなに美味しいものは、うん、僕は、私はね、子供の頃、あの雪印牛乳の工場に行きました。飲まされました。非常に美味しかったです。美味しかったんです。美味しかった。わー、僕は牛乳嫌いなんだけどもね、やっぱ学校で行くと美味しく感じる。ほんとそのさ、ほんと3ヶ月後ですよ。3ヶ月後、雪印牛乳、問題起こしまして。ちょっと、しっかり言うんじゃねえよ。あの、賞味期限が切れたもん。広がっております。20分煮ることでね、鰹節の甘みを何放出することができる。まあ、ね、放出はされますけどね。あー毛が落ちておりましたね。
が落ちたんやったらここで焼いとけよ、それだけ。やめろよ、証拠も隠滅するんだし、人間はいつか焼かれるようになるんですよ。名前を言う名前を言うてはいけないというルールがあんたが言うてたやないの、それ誰か分かりますか、配信前に言ってただけやけど、まあ、ピーやここはピーもそうや、あんたはこちらの鰹節を起こしていきたいと思います。ボッって言わへんの、鰹節をね、あのザルみたいなので取って、でそれでその中に汁だけにするっていうことやね。こんな感じでね、カメラの近くで見せてあげて、綺麗なお出汁が取りました。こちらのね、私に小さいスプーンの砂糖と薄口醤油を 80ml を入れていきたいと思います。はい、スプーン1杯の砂糖と、きび砂糖、きび砂糖っていうのはね、沖縄のあのきびの砂糖畑からできたようなものでね、多分そうだと思います。まあ私の方でこれがどこのね名産のものなのかってことちょっと分かりかねますが、きび砂糖、きび砂糖でスペシャルな、スペシャルは 1g で 4kcal、 大さじ1杯はすり切り 8g ですということで、非常に重要な情報をいただきました。どこの出身かっていうの書いてませんね、これ国内産としか書いてませんね、はい、とりあえず国内でございますね。沖縄だと信じましょう。こちらきび団子、きび砂糖、きび団子、まあ、一緒でしょ、きび団子は違うよね。はじめしてみましょう。はい、それでは醤油を入れていきたいと思います。 80ml です。まあ惜しいわ。こちらきび砂糖と、お醤油、薄口醤油を入れたものとなっておりまして、ここに、はい、そしてそれはね、大体多分2人前か3人前なので、まあそれぐらいの肉の量の、細切れの牛肉を入れていきたいと思います。これはいつ頃なくなったお肉ですか。多分新鮮だと思いますので、まあ1週間以内ではあるっていうことを信じています。はい、それでは肉を入れていきたいと思います。はい、入れてください。早くもお腹が空きました。肉のね、色が変わりましたら出来上がってると思って良いでしょう。あ、じゃあもうすぐですね。お肉というのが薄ければ薄いほどすぐにできますので、あの早くやった方がアクがね、少なく出るのでね、それはいいことなんでしょうかね、わかりませんけど、私はアクは抜いた方がいいと思っております。基本的にどんなものでもアクだとかね、あと毒物、こういったものは全部抜いた方がいいと思いますね。あのデトックスです。私結構最近お風呂に入っておりましてね、あのお風呂に毎日、昔は入ってなかったの、あのね、あのシャワーで済ますことが多かったんですけど、もうお風呂に入ることによっていろんな汗が出てくるようになりました。ほんでそこでね、おすすめなのがコントレックス、あのお水です。お水をふやんかっぽかぽかぽかと飲みながら、途中でおしっこしたくなるんですね。でそうなった時にね、非常に悩ましい。やっぱり濡れた体のまま一度お風呂から上がってトイレに行くというのは素晴らしいことなんだろうけども、排水口にしてしまっていいんじゃないのかしら、悩むところになるんですね。そこで私はあの最後まで我慢をするというところで、で最後お風呂上がるじゃない、お風呂終わってシャワーを浴びるんです、頭もシャンプーするんです。もうその時の尿意ときたら本当にすごくて、シャワー中に尿意を発することはあるってことですね。ただね、私の方であの聞いたところによると、あのお風呂であのシャワーのね、そこ排水口でおしっこしてしまうことによって、老後、年を取った時に介護されるでしょう。でその介護された時にみんなあのね、介護されてこのシャワーの音でおしっこしたくなって、あの出しちゃうんですって、人に見られてるにもかかわらず。あらま、だからそれが良くないなってことで我慢をして、私は一度体ピュッコピュッコ拭いて、ほんでそのままあの便器に全裸で座るんですね。全裸で座るんです。そうなんです。そしたらまあ今度はうんこがしたくなりますね。あ、うんこがね、全裸で、やめろや、一度全裸でうんこをしてみてください。あの開放感はすごい。なんかね、もううどんが入る隙がないですね。ほら、うどんが入る隙がないぐらいに肉が詰まったね、肉汁でございます。肉汁というのかな、肉汁というとね、私は肉棒が好きですけどもね。こちらは肉汁が出来上がったということで、次はうどんを煮ていきたいと思います。うどんを水切りします。
まあ、ということで私の方でですね、今回ネギの方を切らせていただきますが、ネギというものはね、洗うか洗わないか問題ってことで悩まれる方もいらっしゃるんですけどもね、我々はしっかりと洗います。私の包丁さばきを見てください。怖い怖い怖い、指切らないで。指切り厳慢でございますよ。全然違うやん。もうちょっと細かく、もっと細かくいく。ネギはあんた大雑把な方がよろしいですよ。大雑把な方が味がしっかりとね、感じられてね。皆様そうなんですか。もうこんなもんで映像撮れたんやったら、あとはあんたがやった方がいいんちゃいますか。分かりました。じゃあもうめんどくさくなったことになってしまうので、かっこつけておりますね。ポッ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 と。盛り付けていきたいと思います。手はしっかりと洗っております。コロナ対策ということでね、もう死ぬほど洗っておりますし、我々毎回ね、コロナの検査をしておりますのでね。お肉たっぷり。うん、美味しそう。めっちゃ美味しそうにできてるやん。いい感じやん。うずらの卵乗せよう。そのまま乗せちゃう。それとも黄身だけにする？そのままがいい。全部。そのままがいい。白身が好き。あら、素晴らしい。それ難しいよな。うずらの卵っていうのは非常に難しいですよね。あるのが。はい、美味しそう。出来上がりはこんな感じです。いただきます。あ、でも美味しそうやわ。美味しそう。女の子って大変やな、これ食べるの。今思ったら全然来らへん。だからね、多分可愛い子ぶってじゃないよ、ほんまにこう邪魔やねん。俺あれ可愛い子ぶってやってんのかなって思ったけど、マジで、はい、邪魔やねん。いただきます。うん、入ってもパンかくかくる。クソうまい。お疲れ。お疲れ様でした。マジ無理。ほんとマジ無理なんだけど、これやめてよ、こんなの。これマジかゆいし。暑かったね。